名取市の県警察学校で卒業式が行われ、37人が警察官としての一歩を踏み出しました。卒業を迎えたのは、去年4月に入校し、10ヶ月間にわたって警察官の職務に必要な実務や法律などを学んだ長期課程の37人です。式では卒業生に辞令が交付され、砂町明学校長が前例にとらわれず創意工夫を凝らして県民の期待に応えてほしいと式辞で述べました。これに対し卒業生代表の畠山和之さんが決意を述べました。警察学校で培った誇りと使命感を持ち、宮城県警察の組織の一員として安全安心な地域社会の実現のために全力で職務に当たることを固く誓います。同期と過ごした時間とか集団生活の大変さ厳しさをすごく学んだ10ヶ月だったなって思います。卒業生は県内10カ所の警察署に配属され、来月には交番での勤務に就くということです。